はい、カメさんでーす。ちびくまちゃん。今日はカメさんがすごく好んで使っているこのホワイトマーカーを紹介したいなと思いながら、くまちゃんもう一回作ったんですよ。ならね、白、まあ茶色で白のしたらすごい可愛くなったから、これをねもう一回作りながらペイントマーカーの使い方とか紹介していきたいなと思っています。ペイントマーカーね、マッキーのね。はい、行ってみましょう。もう一回おさらいも兼ねてやってみたいと思います。いきますね。ブラウン 260G ジェマールです。はい、行きましょう。膨らます長さはそんなに膨らませなくていいと思う。20センチぐらい残してください。20センチ。 Please left 8 inches left で結んでいきます。 First point は here ね。 Start point here。だいたいまあ5センチぐらいのバブルを作っていきます。 2 inches about 2 inches about Keep holding this hand to bubble and put in here。 風船の首をこの中に入れてあげたら安定するから届けなくなります。ここね、プッシュして Same sizeAbout、 まあリロビッグでもいいし、 Twitch One Bubble。 これをピンチツイスト、 Please make ピンチツイスト。引っ張りながらやる。引っ張って2、3回回します。 And よいしょ。 We'll make bubble and loop bubble and ピンチツイスト1、2、3 andinches bubble。 こんな感じね。これとこれを持って引っ張ってます。引っ張って pulling and twist。 引っ張るとくっつかない、ここが。だから引っ張る。でこの2 bubble を縦にしてこの中に put in、 迎えに行ってあげて、 your first finger thumb ね、親指で押し込んで、ゆっくりゆっくり押し込んでいく。はい、フィストリー、耳を整えます。ちょっといけるかな。はい、こんな感じです。横から見たらこうね。 Next and handLittle hand, little foot, one more foot, little hand。 ちょっとでかいね。このぐらいか。 Four bubble, one, two, three, four, hand, foot, foot, hand。 引っ張ってます。で、finally, and body。 ちょっとかなりちっちゃくしてみるね。 Small body。わざとちっちゃくしました。こします。こして前に来て、もうちょ、もう一回、もう一個ちっちゃなバディを。これを最後に、このフェイスとこの残った風船を乗せます。引っ張ってます。引っ張ってます。出来上がりです。カット。砂を抜いて、シングルハンドタイプリーズ。これ残ったやつは、顔の下でもいいし、隠してください。これでいいかな？いいね。はい、これに顔を描きます。で、最初に、はい。目をね、目の白いところを落としていきます。こんな感じかな。これ乾くまで。他のことをします。これすごいいいよ、マッキーペイントマーカー。これを僕はすごく好んで、本当にね、なんていうことないけど、アメリカで買ったやつ、ユニポスカーのいろいろ使ったんですけど、これが一番いいかな。そんな高くないし。はい、これゴールド、シルバー、蛍光のイエローもあります。おすすめです。これはダイソーの油性ペンで、黒3本赤2本のセットが100円で売ってます。
で、今度ね、これ、資料が乾く前に、花とか描いておきます。満腹くんみたいな、お腹いっぱいって感じ、ほっぺたに何か入ってるみたい。で、おへそポンポンって。本当はね、もうちょっと乾いてからここ行った方がいいんだけど、ちょっと時間を短縮するために行きたいと思います。まずめっちゃ見えにくいな、これ。黒目ちゃん怖いわ、なんか白いとこにかぶってきそう。ちょっとゆっくり慎重に描いていきます。ちょっと白を浸出しないように。なんか変な形になったちょっとこう描いてない、まだ。楽しいね、バルーンって。バルーンがね、また盛り上がったらいいよね。これはこれでいいかな。なんか面白いね。よいしょ。おい、白が乾いてない。今度目を描いてみます。これでこれでいいかな。うん、面白いかもしれない。これすぐ乾くから2分2、3分で。もうこれほら白くなってるでしょ。これまだ乾いてないとこうなるから、これあと紙に書いてくれたらいいと思います。ただまた色が大きくるからやりましょう。はい、それではできましたね。これダイソーさんのおすすめです。はい、なんか顔がすごく個性が出て面白いよね、とても。はい、一本でできるそのクマちゃんなんだけど、とても楽しいと思うので、ぜひ基本がいっぱい詰まってるんでトライしてみてください。あとね、あのペイントマーカーもぜひ使ってみてください。油性です、これ。オイルベーストペン、マイリコメンド。はい、それではまた会いましょう。 See you again。 ウハウハ。